ゴミ忍たま乱太郎します。がっかりしてメソメソしてどうしたん、話聞こうか。こんにちは、アルです。ついに来ました、ハロウィーンイベント開催。いや来ましたね。いや本日はいつ何日、10月14か15ぐらいの月曜日。いやね、その日といえばもうハロウィンですよね。もうハロウィンなんで、僕もね、なんかもう近所の人になんかこう、なんかあのカゴみたいなの持ってさ、こうやってカゴみたいなの持ってさ、なんかトリックはトリートみたいな、なんかお菓子くるだけいたずらするぞみたいな感じでさ、もう今夜から行っちゃおうかね。警察呼ばれます。というわけで今回も用意させていただきましたよ。それがこちらです。ドカーン、さあ来ました。あ、間違えた、ダイヤモンドジョズじゃねえわ。こちらです、 iPhone の iTunes カードね。これでいつも恒例の、これ1000円から10万円まで課金ができるっていうね、魔法のカードなんですけど、いやね、ハロウィンイベント、やっぱパズドラのね、こういうなんていう自社イベントの中でもなんかもう随一の強さを誇ってるハロウィンイベントなんで、いや今回ね気合い入れさせていただきましたよ。いやパズドラ有名 YouTuber とかだったらもうね、いや5万円とか8万課金しますみたいな感じあると思うんですけど、今回気合い入れた私がこれ何円課金するかというとですね、9200円です。すっげねー。いや来たね、ついに更新がドスコーイ、さあ来ました。いやね、これ来て、で、ハロウィンイベントが、あ、もう土着そうにあります。待って、これ12日男女がもう終わっちまうぜ。けーキャッチー、さあ来ました。いや、いいね、この呪術廻戦とさ、ハロウィンを、この兼ね備えてる、みたいな感じでさ。さあ行こうか。まず課金する前にね、とりあえず今魔法好き80個もあるんですよ、僕。だから、そして配布のガチャもあるんで、超引いていこうか。いや、それじゃあまずは一発、星7以上呪術廻戦ガチャ、さあ。狙うわ、もう高齢社会代表全員ナオビト、さあ老人ホームに入れてあげるから出てこいガチで。さあ止まるんですよね。 OK 来ました。これでもう全員ナオビトかナナミ、しかも五条かスクナかもメイメイ、こいギャーッ、全然違う。それじゃあさ、ちょっと引いていく前にこれ交換所のチェックだけ入れていい？これイベント交換できますやん、奥さん、これ交換できるやんけ、激アツですこれ。ヘラルナは今回ヘラルナ買わない、なんかもう20体で交換できるでしょうという読みで、で他だとまあ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 こんなもんか、まあまあなるほど、なんだこれね、すごい、このもうこんなんで、ね、もう無限に出しちまえみたいな、あこれちょっともったいないわ。これでさあいいね、なんかこれ後で思い出します。さあ引いていこうか。まずはこれ無料配布でこのハロウィンガチャ引いていきます。さあいいね、このパンプキンのね、これをなんかつけたみたいな、なんかすごいなんかサザエさんのエンディングみたいな、てってってってーみたいな、なんだっけ、てってってってーじゃないな、てってってってーてってってってーっていう時はなんかすごい、なんだっけ、なんだっけ、サザエさんの一家の名前、サザナミ、なんだっけ、忘れたわ、ね、忘れた、サザエさん一家がなんかすごく近づいてくるやつですよね、地ならしみたいな感じ。オッケー、さ引いていこうか。まず狙い言ってないから何か分かんないけど、とりあえずダイヤ、オッケーオッケーオッケー、カラー止まるか、止まんないですね。これ誰ですか、誰やねん、誰だっけこれ、こうアルラウネね。さあちょ狙いだけ言っていこうか、星6の方で引いていきます。ちょっとね、狙いはですね、ヘラルナ、信長の姫で、スオはいらないな、あとネレ、これネレ欲しいですか、ちえ距離無限に欲しいです。でソニアグランは僕大好きなんで欲しいです。あとはあこれとかね、シュリーとか、まあ、新キャラは欲しい、あとティーチも欲しいかな、メローラも欲しいね。あとだと甘小泉、パイモン、いやパイモンガチョしよう。エルフリーでこんなところにいるんですか、すごい下にいるわ。オッケー、じゃあそこら辺狙って引いていこうか。まずはゴレンだよな、男の魂のゴレンいきます。さあちょっと待って、足の裏かゆすぎ、待って皆さん、何よりも足の裏がかゆいということについてちょっと皆さん、どうす、待って、なんかすごいドゥルッドゥルあるぞ、彼の、あー誰、あー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 、あぶねー、これ止まらなかったら僕もすごい、もう僕も一緒に老人ホーム入っちゃおうかなみたいな、ゴイゴー。皆さんハロウィンイベントありがとうございました。もうね、これが当たったという方では本当にもう嬉しすぎ、ガチでもうガチで嬉しい、もうこれ当たったらもう終わりでいいまである。 OK、 さマジでえぐいわこれ、もう15体交換する必要がナッシング、あ待って、まあいや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 
もういらないかな、この、これは。ちょっと待って、めっちゃ髪切らんですけど。ちょっと待って、奥さんガチで、すごいなんかもうめちゃめちゃ安売りされてたんですけど、信長濃姫。てか、信長濃姫が出てなかったらさっきの5連終わってたぐらいに質は終わってたんですけど、さあ引いていこうか。ちょっと一回ね、主人格の私引かせていただこうかなと思いますよ。なんかね、どうせ後々マックス村井とかなんかその他大勢が来ると思うんで、ちょ、ツルツルまみれ。待て、その信長濃姫もう一体出ちゃうか。待て、やばすぎ、やばすぎ。え、ちょっと待ってみんな。いや、なんかあれ待って、やばいぞガチ。あ、やばい、すごい。反感買いまくり。やばすぎる。待って。もう引退する暇がないんですけど。あれ待って、すごい、引退す、あー。くそ。ガチ、アルラウネとか、釘先当たったタイミングで一旦引退挟むべきだったわ、これガチで。待って、いや、ガチ神引きなんですけど、ちょ、課金してこようか、もう5連で引こうか。じゃあ、待って、これじゃない。今回買うのなんですけど、何を買うかというとですね、ハロウィンスペシャルセット。で、待って、これ最近動画視聴で魔法石1個やってないかも。ハロウィンスペシャルセットと、で、郷里買おうかなと思ってたんですけど、もういらないかも。で、エルフリーで、一旦そこだけ買おうか。ハロウィンスペシャルセットとエルフリーで一旦買ってきまーす。いやー、はい、魔法石をね、90個に増やしてきましたよ。で、ここで一応何があるんだっけ？あ、エルフリーで確定があるのか。でも止まるのちょっと見たいから、エルフリーであえて温存しとくわ。で、今回ね、ちょっと神引きがえぐいじゃないですか、僕。いや、だからね、僕最近ガチャ運悪かったんですよ、僕が引いた場合。で、マックス村井が引いたら、なんか確定枠を毎回かっさらってくれてたんですよ。つまり、今僕が神引きをしている、で、いつも神引きしてるマックス村井を降霊術で僕が下ろすことによって、もうこれさらに神引きするんじゃないかなみたいな。そんな感じでね、最近さ、マックス村井をちゃんとね、100% の力で降霊させるために、ちょ、さっき拝みバーにね、修行つけてもらってたんですよ。でね、もう全員当時も下ろせるようになったし、まあ、全員当時よりはね、はるかにもう最強格のマックス村井もね、下ろせるようになったと。いきます。いきます。降霊術。村井智武！皆さんこんにちは。マックス村井です。来たー！マックス村井来たー！さあ来ました。村井の本名、村井友だけ来ました。いや、ガチで本当に。村井友だけガチかっこいいね。もう村井友だけ、もうなんか村井、友は村井だけみたいな。村井友だけみたいなね。もう全然面白くない。よし、それじゃあいけるか村井。任せてください、ヨルさん。今回も5連で行かせていただこうかなと思います。参ります。さあ、来た村井！村井すぎるぜ。もうね、いつもと村井が違うね。もう何が違うかというと、仮装してるわ。何の仮装してるかっていうと、あの、カズレーザーさんのモノマネのコスプレしてるね。もう服装何も変わらん。さあ、行きます。さあ、もう赤色の服、普段着てる人が、赤色の服のコスプレしても何も変わらない。村井来い！村井！村井ちゃん？待て、ガチ村井が、村井が覚醒してる。ガチ村井！村井！トリックはトリート。あー、まあ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 、村井、まあ村井って感じだな、これは。まあまあ村井、これ何なんだ。あー、結構きゃついね。さあ村井いけるか。村井、村井、知らなき、すごい知らなき。でも村井、ここでエルフリーデを当てたら、ヘラルナを当てたら、村井、村井誰。皆さんちょっと待って、ちょ、マックス村井の引きが終わりすぎてるんですけど。何しに来たのあの人。なんか一人は寂しいから、ちょっとマミルトンとアイタカーシ君呼ぼうかな、じゃねえんだよ。何してんだ、ガチで本当にやばすぎ。じゃあ、いや、まだ村井の可能性は無限大。だってマックス村井、ここが俺のマックスじゃねえよみたいな、俺はまだ無限に参るよみたいな、そんな感じ言ってるんで、村井もう一回いけるか、任せてください、うるさ。参ります。さあ来た、今の参ります。さ、今までの参りますじゃなかったね、村井。さあ村井頼むぜ、エルフリーでもう一回欲しいから、エルフリーだとヘラルナ、そこら辺、あとは確定枠、あとネレか、ネレとかそこら辺狙って、村井頼んだぜ、任せてください、うるさ。いきます、俺の必殺技、ハロウィン楽しみ。さあ来ました村井。ハロウィン結構楽しみにするタイプの大人なんだ。無限の可能性、村井、無限の可能性だよ。村井ちゃん、ガチ村井なんじゃない、これ。ただの村井じゃねえぞこれ。村井来い。まあ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 、ありがたいよ、これ一回欲しかったよ村井、ありがとう。メローラムはガチで嬉しい。これ武器どんなんだったっけ。いい村井じゃねえか、これまでの村井ではない。頼む村井、止まりまくれ。村井、村井、村井、なんでそんな
揃いまくるねん。いや、ちょっと村井何してる？さっきからすごい待って、最初僕神引きしてたのにさ、マックス村井呼んだことによってこの神引き濃度が薄まってきてるんですけど、村井ちょっと頼むぜ。村井任せてくださいよ。ウルさんさ、こいつさっきから任せてくださいよって言いながら、もう全然任せれらないらん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 だけど、いやこれね、もう最後のチャンスですよ村井。もうこれでもう神引きできなかったら、もうマックス村井がそのなんか経営してる会社、もうアップバンク、中尾に買収してもらいます。もうそれぐらいのね、運命を背負って村井引け。オッケーさ、任せてくださいウルさん。参りますさ、来ました。もう参りますしか言えなくなりました。参りますボットなったら村井。オッケー頼め。いいよ、無限の可能性村井頼め。いいか、あ、中尾買収。いや、それじゃあもう悲しみのハロウィンネレ購入するわ。もうヘラルナはさ、村井がうんちキャラを出しまくってくれたおかげでね、多分15体交換20体か、これ多分余裕だと思うんです。ああ、余裕です。ああ、めちゃめちゃ余裕なんで。ちょ、もう最後に、ネレだけ買って終わろうかな。村井はね、もう帰れ！いや、ちょっとガチでやばいね。あそこ最初のあれで撤退するべきだった、絶対に。ガチショック。そしてパイモンが全く出とらん。パイモンもう一体ぐらい欲しいですよ、僕絶対に。いや、パイモンも欲しいし、だからこの5連の、予定だけ決めようか、これ。5連の予定がですね、まず1体目ヘラルナ。で、2体目が、シュリー忘れた。2体目シュリー。で、3体目が、アマコズミ。で、4体目パイモン。で、最後にエルフリーで、これですよ。この神引きゾーンで決めさせていただこうかなと思います。皆さんの力貸してくれがちで。もう村井の力は頼れ、みたいな。そんな感じでね、いや、セイキン TV にもね、一瞬頼ろうかなと思った時期がありました。皆さんこんにちは。セイキンです。いや、セイキンもいたんですけど、多分ね、声優がね、マックス村井とセイキン絶対一緒だと思うんですけど。でもね、ちょっと、もうね、ちょうど無理だから、もうセイキンがね、最近ちょっと忙しい。なんか、期間に入ってるらしくて、だから楽曲制作が忙しいみたいな感じ言ってたんで、単品でね、僕単品で行かせていただこうかなと思いますよ。いや、皆さん力貸してくれ。もうマックス村井。もう僕がもう村井になります。もうマックス村井ね、高齢術で下ろしたんで、もう僕自身が村井になることだ。ここで行かせていただこうかなと思いますよ。さあ行きます。とどろけバッカーイ。さあ来ました。皆さん、この村井の、この残白と村井で行かせていただこうかなと思います。さあ、頼む。全身ピンクなのになんで顎だけこいつ色ちげんだ。絶対この顎だけダウンロードコンテンツ。後から絶対ダウンロードしただろう。オッケー、頼みます。お願い、本当にもう神引きエルフリーで頼むよ。お願いします。みんなお願い、みんな僕に力を貸してくれ。みんなの元気をオラに分けてくれ。さあ、来ました。皆さんの元気を分けてもらった、この元気玉で神引きします。オッケー、ツルツル多め。さあ、頼むよ。神引き来い。ガッツ、引退。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。